ギニア・ビサウ。ギニア・ビサウ共和国。通称ギニア・ビサウは、西アフリカに位置する共和制国家。北にセネガルと、南と南東にギニアと国境を接し、西は大西洋に面する。首都は、ビサウである。1446年に、ポルトガル人が上陸し、南北アメリカ大陸への奴隷貿易の中継地となった。1879年に、 ポルトガル領ギニアが単独でポルトガルの植民地となった。1963年から独立戦争を戦い、ギニアカーボベルデ独立アフリカ党が国土の3、4を解放して1973年9月24日に独立を宣言し、アフリカで唯一の独立勢力が創始国に一定の勝利を収めた国家とな。独立は1974年9月10日に。 承認された。独立後、1990年代以降はが勃発し、軍の反乱やクーデターが頻発するなど、不安定な政治が続き、経済的にも依然として、世界最貧国の一つである。独立後の現在も、公用語はポルトガル語であり、ポルトガル語諸国共同体、ポルトガル語公用語はアフリカ諸国に加盟している。アフリカ大陸では、比較的面積の小さい国の一つでもある。 正式名称はポルトガル語で、通称ギネイコールビサウ。公式の英語表記は、日本語の表記はギニアビサウ共和国。通称ギニアビサウ。ギニアビサウと表記されることもある。ギニアの名称の意味については、諸説があるが、ベルベル語で、黒人たちの土地の意味に由来するとも言われている。ギニアを国名とする国家としてはこの国の他に、ギニア共和国や、 赤道ギに,に共和国があるため、それらと区別する必要から、首都の名を冠した、ギニアイコールビサウを正式名称とした。独立当初の国名は、ギニアビサウ国だったが、1977年に、ギニアビサウ共和国へ改称した。1446年に、ポルトガルがこの地域一体の領有を宣言した。1482年、直居会社の設立。 ポルトガルはギニアビサウのカシエウを拠点に、後にアフリカ全土でそうしたようにこのうちでも奴隷貿易を開けし、この地からも多くの黒人奴隷が南北アメリカ大陸やヨーロッパに送られた。1630年にはポルトガルが総督府を設置。1671年、独占貿易会社を設立。1687年に 奴隷貿易の拠点として、後に首都となるビサウが建設された。19世紀後半まで、行政上ポルトガル領ギニアは、大西洋上のカーボベルで植民地の一部であったが、1879年にギニアは単独の植民地となった。20世紀に入るとポルトガルは、沿岸のイスラム教徒の民族の力を借り、内陸部のアニミストの敗訴運動を始めた。しかし、内陸部び、 離島地域の植民地支配は混迷し、ビジャゴ諸島が完全に政府支配下になるのは1936年以降であった。第二次世界大戦中の1942年にビサウが正式にポルトガル領ギニアの首都と定められた。1951年にアフリカにおける植民地帝国の維持を望んだアントニオ・サラザール政権のポルトガルの植民地法の改正により、 ポルトガルの全海外植民地は法的に植民地からポルトガルの海外州を取ったがその後も各植民地の統治の実態に大きな変化はなかったアミルカル・カブラルによればポルトガル領だった植民地時代のギニア、アンゴラ、モザンビーク各植民地の非識字率は99%に達していた1956年にはアミルカル・カブラルが クレオールのギニアカーボベルデ独立アフリカ等 PAIGC を設立し、以降 PAIGC による独立民族解放運動が始まった。当初カブラルは穏健な独立運動を構想していたが、1959年8月3日にビサウでストライキを起こした公安労働者がポルトガル軍によって多数殺害された以降は方針を変え、 農村を根拠地にした武装ゲリラ闘争による独立を目指した。1963年には PAIGC がのポルトガル軍基地を襲撃し、ギニア・ウサウ独立戦争が勃発した。ソビエト連邦やキューバ、ギニアなどの支援を受けた PAIGC とアメリカ合衆国の支援を受けたポルトガルのエスタードノ応政権の間で植民地戦争が続いた。 1973年1月20日に PAIGC の指導者であるアミルカル・カブラルはギニアの首都コナクリにてポルトガル秘密警察によって暗殺されたがアミルカルの弟のルイス・カブラルが主導権を握って独闘層は激化し同年9月24日に領土の3、4以上を解放した PAIGC は東部の町マディナド・ボエにおいてギニアビザウ国 1977年により、ギニアビサウ共和国の独立を宣言した。独立は、東側諸国や、非同盟国家を中心に承認された。初代大統領には暗殺されたアミルカルの弟のルイス・カブラルが就任した。一方、ポルトガル本土でも、ギニアビサウで PAIGC と対峙した将軍や、大尉をはじめとする軍人が中心となって設立された、ポトガル軍内の MFA により、1974年4月25日に、リスボンでカーネーション革命が勃発し、エスタードノーボ体制は崩壊して、左派政権が誕生した。以降、新たに成立した、ポルトガルの革命政権と、各植民地の独立勢力との間で、独立交渉が開始され、ポルトガル領ギニアでは既存の PAIGC の支配をポルトガルが承認する形で交渉が進み、 同年9月10日に、ポルトガル政府により正式に独立が承認された。独立後、当初 PAIGC は、カーボベルデとの統一国家建設を目指していたが、初代大統領のルイス・カブラルが、カーボベルデ系であったことに象徴されるように、ギニアビサウでは、カーボベルデ系が高地位についていたため、ギニアビサウ国内にて、カーボベルデ系への反感が高まり、1980年に、 ジョアン・ビエーラ首相が、ルイス・カブラル大統領を軍事クーデターで失脚させたため、以降両国で統一が達成されることはなくなった。ビエーラのクーデター後、革命評議会が全権を掌握しビエーラは、革命評議会議長、国家元首に、相当に就任した。1984年には、憲法改正によって、革命評議会に代わり国家評議会が設置され、 同じくビエーラが議長に就任した。建国当初の親東側路線はビエーラ政権により新米路線に変更されたが国内の治安は悪く軍に対する統制も不十分なものに止まりクーデター計画が頻発した。1990年代においてギニアビサウは複数政党民主主義へと移行していった。政党の結成が百九十一年に 解禁され、1994年に大統領選挙が行われた。7月3日に実施された第1回の投票で、ビエーラは他の7人の候補を下して46.20%を得票したが、過半数に満たなかったため8月7日に第2回投票が実施された。ビエーラは52.02%を得票して 47.、47.98%を得票した。 対立候補である元哲学の講師で、社会革新党、パーティド・パラ、A ・エレナベイスをソーシャルの代表であるクンバ・ヤラ候補を下した。国際選挙監視団は、両方の投票とも公正なものと評価し、ビエーラは1994年9月29日に、ギニア・ビサウで、初めての民主的選挙によって選ばれた大統領となった。 1998年のクーデター未遂事件の後、ギニアビザウはビエーラ派の軍と、反政府のリーダーである派の軍との間で、激しいが勃発した。内戦によって避難民30万人がビザウに流入するなど社会、経済は混乱し、1999年5月7日に、反政府軍がビエーラ政権を退陣させた。ビエーラはポルトガル大使館へ避難し、7月に、 ポルトガルへと亡命した。ビエーラの亡命後、1999年11月28日の大統領選挙によって2000年にはクンバヤラが大統領に就任した。しかし、実態はが実権を握る軍事政権であった。まもなくやら大統領と真似は対立し、2001年11月30日に真似が暗殺される形でこの対立は決着したが、 経済の低迷や、政情不安が続き、2003年9月14日に、ベディッシュ・シモ・コレーヤ・セアブラ、将軍無欠クーデターでやら大統領が辞任、逮捕された。公認として、エンリケ・ロザが、臨時大統領に就任し、2004年には、セアブラ将軍が死亡したものの、議会選挙により、PAIGC が勝利。カルロス・ゴメス・ジュニオル首相による、連立政権が樹立された。 2005年の大統領選挙では、亡命先のポルトガルから帰国した、無所属のビエーラが勝利し、大統領に就任した。ビエーラの就任後、カルロス・ゴメス・ジュニオル首相が更迭され、アリスティデス・ゴメスが首相となった。2008年11月の議会選挙では多数派与党が勝利したが、選挙から1週間後には、軍の不満分子による大統領官邸襲撃事件が発生した。 この事件では、判断軍は撃退され、クーデターは未遂に終わったが、この事件によって、大統領警護隊が組織された。2009年1月に、ナワイ参謀長が、大統領警護隊の解散を命じたや先に、ナワイ参謀長の暗殺未遂事件が起きた。3月1日には、首都ビサウの軍司令部が爆撃を受け、大統領と対立していた。 名前参謀長が爆殺される二人続けての参謀長暗殺。翌3月2日、反乱軍兵士が大統領自宅を襲撃し、ビエーラ大統領を暗殺した。政府軍は国営ラジオで反乱軍が孤立した勢力であり、鎮圧寸前であると発表し、また軍が憲法を守ることも保証した。ゴメス首相とルイス参加国家安全保障顧問は、 大統領が死亡したことを確認したが、詳細は発表しなかった。首都には軍部隊が配置され、民間ラジオ局を閉鎖した。大きな混乱はなかったとされたが、一方で BBC が軍本部の建物が爆発で一部破壊されたと報じた。大統領代行には議会のライムンド・ペレーラ議長が就任している。2009年の大統領選では、 マラムバカイサニャモト国民議会議長が大統領に選出された。2010年4月1日には、ゴメス首相が一時兵士らに拘束される事態となったが、首相は数時間後に解放された。2012年4月12日、クーデターが起きた。ギニアビサウは共和制を取る立憲国家である。現行憲法は年月日、制定され、 その後数回の改正を経たもの。国家元首である大統領は国民の直接選挙により選出され、任期は5年。再選制限はない。行政府の長たる首相は大統領が国家人民会議の多数派の指導者より任命する。議会は一員制の国家人民会議。定数100議席。議員は国民の直接選挙で選出され、任期は4年。 主要政党にはかつて一党支配を敷いた、ギニアカーボベルデ独立アフリカ党、PAIGC のほか、社会革新党、PRS、統一社会民主党、フスドがある。最高司法機関は最高裁判所である、ポルトガル語諸国共同体、ポルトガル語公用語アフリカ諸国に加盟している。ギニアビサウの地方行政区分は8州、0時と1時地区、セクター大棚もからなる。 主要な都市は、ビサウ、首都がある。熱帯にある小国であり、いくつかの河川が流れる、大陸部と島所部、ビジャゴ諸島からなる。高い山はなく、国内の最高地点の標高は310メートルである。内陸部はサバンナであり、沿岸部は、小宅地のところが多い。ウッキとサハラ砂漠からの春末端による、暑く乾燥した寒気がある。ギニアビサウでは、工業、 工業がほぼ存在せず、労働力の8割が従事する主要産業の農業も、米などの自給農業が中心でしかも、国内需要すら満たせないほど生産性が低い。企業化層がおらず、識字率も低いため経済発展の基礎的な条件が存在していない。産業と呼べるものがほとんどないため、世界最貧国の一つとなっている。カシューナッツや落花生が主な輸出品である。 近年、内戦により、政府の管理が行き届かないことや、島の多い地形が密輸に、有利なことから南米からヨーロッパへの麻薬の中継地点となっているとの指摘が多くなされている。通貨は1997年以前は、ギニアビサウペソが法定通貨であったが、1997年により、西アフリカ CFA フランが導入された。99%を、 アフリカ系の諸民族が占め、が30%、フラニ人が20%、が14%、マンリンカ人が13%、が7%であり、他にも民族が存在する。国民の1%以下だが、主にカーボベールでから来た、クレオール、ムラートやヨーロッパ人、主にポルトガル人なども存在する。クレオールは政治などを支配していたことから、現地住民、特に、 バランジンは長年不満を抱いており、1980年のクーデターに結びついた。公用語はポルトガル語だが、ポルトガル語を話す人の割合はあまり高くなく、ポルトガル語をベースにしたギニアビサウクレオール語が共通語としての役割を果たしている。1992年の調査によれば、ポルトガル語は国民の1割以下に話される言語に過ぎなかった。他にフラニ語。 マリンケ語などの現地語などが存在する。宗教は現地宗教が40%、イスラム教が50%、キリスト教が10%となっている。南北に隣接するギニア、セネガル両国がイスラム教徒が多数派なのに対し、ギニア・ビサウは飛び地的にその他の宗教の信者の比率が高い。2003年の推計によれば、 15歳以上の国民の識字率は42.4%、男性58.1%、女性27.4%である。植民地時代の1950年の非識字率は98.85%であった。1999年には GDP の5.2%が教育に支出された。軍部と呼ばれる音楽のジャンルが存在する。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。